皆さんこんにちは、はじめまして、佐古勇気と申します。私はですね、今23歳でプログラマーとして資金を貯めた後に会社を作って、そして今では4つの会社を経営して、その4つの会社の売上は年間10億円ほどまで成長してきています。その会社の事業内容としては、オンラインで大人向けにプログラミングとか動画編集をしている教育事業、そしてウェブのサービスを運営していく、まあ、ウェブサービス運営の事業、他に飲食店や店舗などを運営、もしくは立ち上げなどをしている事業を持っている会社、そして最後に通販とか物販の会社を持っています。通販物販の会社ではウィンナーを通販で売ったりとか、サプリメントを販売したりしています。皆さんのイメージしやすいところで言うと、うちの会社では美容室を経営していたりします。この美容室は切るのではなく、白髪染め専門のヘアカラーを主軸とした店舗になっています。他にも馴染みの深いところで言うと、タピオカ屋さんを2店舗ですね、滋賀県と茨城県でやっていたりします。そしてメインでやっている株式会社スキルハックスという会社では、先ほど説明したオンライン教育の会社なのですが、プログラミングだったりとか動画編集、デザインなど、まあ、いわゆる IT スキルの面をオンライン完結で教えるような事業を行っています。そしてこのオンライン講座の累計受講者数は1万人を超えてきました。今回の動画では僕の生い立ちだったりとか理念だったりとか、なんで発信をしているのかっていう意図についてお話をしていきたいかなというふうに思います。そしてこの動画を見終わる頃には、あ、これだったら僕にもできそうだなって思ってくれる人が一人でも増えたらいいなと思っています。それでは行ってみましょう。私は1996年8月20日に京都府にて生まれました。家族構成としては、半導体のエンジニアをやってる父と母親、妹、僕というような感じです。経営者って家族に経営者がいたとか社長がいたとかっていう方が多いんですけども、僕の場合はおじいちゃんおばあちゃん含めて家族に経営者は一人もいませんでした。そして、まあ、ちっちゃい時の僕は結構ものづくりが好きで、まあ、なんか新しいものを作ったりとか、そういうのが楽しいなって思うような子でした。そして3歳の時にですね、父親の仕事の関係で家にパソコンがあったんですね。それをこっそり借りて、まあ、家でパソコンのゲームをしているみたいな、あの男の子でした。結構3歳からパソコン使ってたとか言うとびっくりされることもあります。そして小学校に入って、僕はですね、係の仕事で新聞係っていうのに入ったんですね。まあ、結構僕新しいことを調べて、それをまとめて発信したりっていうのが昔から好きでして、同級生とかに、あ、こんなことあるんだ、面白いねって言われるのが好きな子でした。そして小学校の時にハマっていたことがもう一つあって、ロボットを作るのに夢中になっていたんですね。まあ、もちろんこのロボットっていうのを一から作るんじゃなくて、おもちゃっていうかキットみたいなものを買ってきて組み立てるんですけど、当時なんか二足歩行ロボットが作れるキットみたいなのがあって、まあ、物を作りながら、そしてなんかパソコンのソフトをいじって、ちょっとプログラムを組んでみるみたいな、当時の小学生の僕からしたらすごく楽しく学ぶことができたものでした。で、その時の僕は何かを生み出すことにチャレンジしたいなと思っていました。で、中学に入って結構いろんなことに興味を示す性格なので、なんか新しいことにチャレンジしてみたいなというふうに思って、部活はですね、テニスを選択しました。しかしですね、まあ、実際テニスをやってみて分かったんですけども、僕めちゃくちゃ運動神経がないんですよね。で、まあそれにちょっと絶望しまして、あ、運動ってこんな難しいのかみたいなのを思っていました。で、部活にあまり行かなくなってですね、まあ、それよりも熱中してたことがあって、実はまあオンラインゲームにちょっとハマってしまったんですね。カードを育てて、まあ、仲間と戦ってみたいな、ゲームをやっていたんですけども、まあ、結構ハマっている中でめちゃくちゃ強いプレイヤーがいたんですね。この人何なんだろうって僕ずっと思ってたんですけど、まあ、あの課金もしまくってですね、月に100万200万課金をして、でさらにずっとオンライン状態みたいな、何なんだろうって思ってたんですけど、オフ会に行った時にこの人がなんと社長であるということが判明しました。この人は高校生の時に起業して、今ではなんかアメリカとか中国とかにも支社を持ってるみたいなぐらいに会社を成長させていて、でさらになんかすごい忙しいのかと思いきや、めちゃくちゃオンラインゲームをしてるっていう、僕の周りに経営者って人がいなかったんで、初めての身の回りにできた経営者です。
ただ僕も中学時代だったんで、それ以上深い関わりになることはありませんでした。そしてまあそんなこんなで高校生になりまして、テニス下手くそだったんで、このまま辞めるわけにはいかないなというふうになりまして、高校でもテニスを続けることを選択しました。結構高校生の時のテニス部ってスパルタで、まあ、やるなら本気でやらなきゃいけないなということで、まあ僕運動神経なかったんですけど、これで運動もできるようになれば怖いもんないだろうというふうに思って、休日とかは朝の7時から夜の7時まで12時間ぶっ通しでテニスに熱中するみたいな高校時代を過ごしました。でまあ、それだけ、まあ、やっぱり部活が厳しかったんで、周りもどんどん強くなっていくわけですね。同級生とかが大会に出て、まあ、入賞したりとか、上位の結果を残していったりとか、先輩がめっちゃ、結果出していったりする中で、僕は相変わらず運動神経がないので、まあ、それを見ていいなと、羨ましいな、僕だけなんで1回戦で負けるんだろうみたいな感じの、ちょっと惨めな気持ちになる高校生でしたね。僕なんなら体力がなさすぎて救急車で運ばれたみたいなことまであったんですけども、ここから、高校2年生になると徐々に勝てるようになってくるわけですよね。やっぱり練習量が圧倒的に違うので、他の高校の人と戦った時には、まあ、勝てたりしました。ただですね、やっぱ、同じ学校内の人の中ではやっぱみんな練習してるんで、チーム内ランキングは相変わらず一番下っていう、結構真面目にめっちゃ練習してたんで、それが評価されて、なんかチーム内ランキング一番下のにもかかわらず副キャプテンに選出されるということまでありましたと。まあ、高校3年生になるとやっぱり勉強に本腰を入れ始めるんですよね。まあ、好きな教科はめっちゃ勉強するみたいな。で、嫌いな教科はちょっと放置して、で嫌いな教科の授業中には先生がこう黒板で話している中で、僕は何をしていたかというと、ロボットを作ってたんですよね。まあ、やっぱ相変わらずものづくり好きで、ハンダゴテとかを持ってって授業中にちょっとハンダ付けしてめちゃくちゃ怒られたりとか、そういうことをしていました。そして、まあ、高校を卒業して大学生になるわけです。小学校の時からロボットに関わることしたいなって思ってたんで、専攻はロボット工学っていうのを選択しました。まあ、やっぱあんだけね、授業中にロボットいじるぐらいロボット好きだったんで、めちゃくちゃ勉強するわけですよ。好きでやってるんで結果が出てですね、成績1位になるわけです。そして大学ではサークルもプログラミング系のサークルに入るなど、結構がっつりとプログラミングだったりとかロボットの世界にのめり込んでいったのが大学時代になります。そして僕が入っていたプログラミングサークルなんですけど、まあ、プログラミングサークルに入る人たちってやっぱりめちゃくちゃプログラミング好きだったりとか、昔からプログラミングやってきた人ばっかりなんですよね。で、僕ここでも周りがめちゃくちゃプログラミングできることに対して絶望します。 Java のコミッターやってる人とか、有名 IT 企業にどんどん内定取っていく先輩らとかいて、まあ、めちゃくちゃ技術力の差っていうのを感じたんですね、学生ながら。で、僕はその時にどうしたかっていうと、大学で運よく成績1位を取っていたんで、大学側から成績優秀者向けの奨学金っていうのをいただきました。そのお金を僕はプログラミングスクールに行くのに使いました。で、案外僕結構教えてもらったら、これわかるなみたいな、めっちゃできるようになったじゃんみたいな感じで、スクールに行っていろいろ教えてもらうことで体系的な知識が身についたかなというふうに思います。で、そこからは僕大学生だったんで、アルバイトとしてそのプログラミングスキルを生かしたアルバイトをやりたいって思って、まず初めてやったアルバイト、その不登校生向けにカウンセラーをマッチングして悩みを相談できるようなアプリを作ったりとか、他にも画像処理でですね、カメラを使って合成したりするようなプログラムを書くアルバイトをやったりとか、サーバー保守管理のアルバイトですね、そういうのもやってみたりしました。で、そんな中でプログラミング楽しいなと思いながらも、中学の時にあった社長をちょっと思い出したりすることがありました。その社長さんは高校生の時に起業して10年とか15年とかかけて時間とお金の自由っていうのを両方得ているような人だったんですね。なんで、まあ、もし僕も起業するんだったら学生の時に起業しちゃった方がいいのかなとかいうふうに思ってました。特に大学生の時であれば、まあ、ダメだったら就職したらいいかなとかも思ってましたね。で、まあ、実際やってみて、例えば大学生起業おすすめみたいな検索してみるわけですよ。で、検索してみると、大学生が起業する場合は元手がかからないブログとかをやってみるといいですよみたいな記事を見つけました。そして僕大学1年生の時にブログも立ち上げて、それでブログでちょっとお金を稼いでみようかなみたいなのを思っていた時期がありました。で、僕ね、根性だけはあるんで、やっぱテニスとかもやってて、結果出ないのには慣れてて、結果出ないけど、まあ、とりあえず続けてみようということで、100記事書いてみたんですけども、それで、ブログから得た月収っていうのが10円でした。
もうびっくりしますよね。1記事書いて 0.1 円かよっていうふうに思ったんですけど、まあまあでも企業の世界だったらそんなもんなのかなと。知識も人脈もお金も才能もない人がいきなり起業して成功するわけないんです。そんな中でプログラミングはやはり相変わらず好きだったので、まあ、Ruby っていうプログラミング言語を学んで Web サービスを作ったりとか、趣味でゲームを作ってリリースしたりとか、他にもアプリ開発を自分でやってみたりとか、そんな感じでいろんな技術を楽しみながら身につけていきました。そしてとある時に出場した開発コンテストで複数の賞を受賞したりとか優勝したりしてたんですね。まあ、やっぱり作ったものっていろんなところに店に行ってフィードバックをもらうのすごい大事だと思うんで、大会とかコンテストには積極的に出場していました。そんな中で出会った人から、佐古くん、これぐらいプログラミングができるんだったら自分で仕事取ってみるのも面白いんじゃないっていう風に声をかけられたんですね。あ、なるほどと。僕は今までアルバイトとしてプログラムを書いて時給をもらうっていうことしか知らなかったんですけど、プログラミングができると自分で仕事を取ってきて納品してお金をもらうっていうこともできるっていうことに、まあ、初めて気づいたというか教えてもらいました。そこからじゃあやってみようということで、実際に開業届を提出してですね、学生フリーランスとして独立しました。そこで実際に何をしたかっていうと、クイズアプリを作ったりとか、語学学習のアプリを作ったり、サイト制作をしたり、 LINE ボットや Twitter 分析ツール、ゲームなどを開発して、そして、クライアントに納品して、だいたいこの、仕事たちが5万円から145万円ぐらいの案件でした。もちろん学生なので案件の価格にはかなり振れ幅があったんですが、最終的には1案件145万まで単価を上げられたことに僕はすごいびっくりしたんですね。あ、なるほど、学生でもスキルを持っていて、さらにそれをこうアピールしていけばここまで単価って上げることができるのかっていうふうに驚いたのを覚えています。そしてここで僕はプログラミングで稼いだお金っていうのを使ってどうしたかというと、ブログ系のコミュニティに入ったりとか、まあ、僕独学でやってブログ月収10円止まりの失敗しかしてなかったんですけど、やっぱちゃんと学ばなきゃいけないよねと。プログラミングスクールに行ってプログラミングスキルを圧倒的に上げれたのと同じで、やはりしっかりとしたところから習ったりとか、ちゃんと勉強しないと結果は出ないですよねっていうことに気づき始めていたので、ここで勉強会に行ったりとか、他にはコンサルティングを受けたりもしました。こうやって学んでいくことによって少しずつブログ運営のスキルもアップして、ブログが徐々に徐々に読まれるようになってきました。そして大学3年生の時にはブログ月収10円だったのが100万円を超えるレベルまでなってきました。そしてブログの運営ノウハウとかも大体分かってきたんで、ブログを複数作りました。そんな中で僕、プログラミングばっかりやって全然運動してなかったんで、ちょっとダイエットしながらお金も稼げたらいいなって思って、実際にライザップに行ってライザップの体験ブログみたいなのを書いていたんですね。そこから僕のブログがすごい読まれたんで、ブログ書いてくれてありがとうねみたいな感じでライザップから賞状までもらいました。このようにしてやっぱ学ぶとかなり変わるんだなっていうのを実感したのが、まあ、やはり大学3年生とか4年生の時ですね。そして大学4年生になってプログラミングを教えてほしいという依頼を受けることがすごく多くなってきたんですね。やはりブログとかで発信しているといろんな人の目に留まるので、そこで佐古さん教えてくださいっていう依頼が増えてきたような形になります。そこで僕は、まあ、対面で教えていてはキリがないので、オンラインでプログラミングを学べるスキルハックスという講座を開講しました。それが結構人気で、まあ、他社よりも安くて、そして丁寧な質問対応を心がけたことで、口コミでどん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 受講生が増加していきました。1ヶ月で200人とか300人の方に受講してもらって、転職成功しましたとか、プログラミングの楽しさに気づきましたみたいなお声をすごいいただいたんですね。そこから自分の知見を生かして人の役に立つことってすごい楽しいし嬉しいことだなっていうふうに思って、僕が持ってる知見を誰かに教えて役に立つのを、まあ、やっていこうというふうに決意します。しかし僕は結構その当時悩んでたんですよね。昔から好きだったロボットっていうのをもっともっと研究するために大学院に進んでいくのか、それとも僕プログラミングもすごい好きだったんで大学を卒業してエンジニアとして働いていくのか、もしくは起業の道っていうのを選んで会社をどん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 大きくしていくのか、この3つでどれをやっていくのかっていうのをめちゃくちゃ悩んだ時期がありました。た
ただやっぱり僕としては、僕の発信を見てだったりとか、僕のオンライン講座を受けて人生が変わりましたって言ってくれる人もいて、それがすごい嬉しかったので、やっぱりそれを事業としてどん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 伸ばしていきたいなという思いが強く、もうここからですね、会社を作ってどん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 事業を伸ばしていこうということを決意します。そしてもう思い立ったらすぐ行動ということで、大学にいる時間もったいないなというふうに思いまして、そのまま大学を中退してしまいました。大学4年生で、まあ、しかもずっと成績1位だった僕が辞めたんで、周りからはかなり驚かれたんですが、あの選択は間違っていなかったと思っています。大学を辞めて会社を作ってやっていくとなると、結構リスク取ったねとか言われるんですけど、僕としてはあんまり気にしていなくて、それはなぜなら、万が一事業に失敗したとしても食べていくだけのスキルっていうのがあるんですね。何かあっても自分のスキルが助けてくれるだろうという思いがありました。なので安心して自分の事業に専念することができた形です。そしてこのスキルっていうのをいろんな人につけてほしいなという思いから、プログラミングだったりとか動画編集、デザイン、アニメーションなどのスキルをつけることをサポートするようなオンライン講座の授業をメインで拡大していったような形になります。そして今ではですね、実際に受講生だったりとかブログの読者さんっていうのがすごい数出てきましたんで、この受講生とか友人とか読者さんたちと一緒に授業を作っていって、まあ、仕事をやっています。アプリ開発を一緒にやったりとか、ウェブサイトとかウェブメディアを作って運営したりとか、タピオカ屋さん、美容室みたいな店舗経営をやったりとか、一緒に YouTube チャンネルを作るなど、身の回りの人を巻き込んでどん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 授業を作っていってるような形になります。僕の中ではお金を稼いでいって、そしてその稼いだお金で新しいことを学んで、そして新しいことを学んでできることが増えていった中で、事業をどん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 拡大していって、その事業を拡大した結果として、より多くの人に価値提供することができて、さらにお金がどんどん稼げるようになっていってっていうようなループを回しているのがすごい楽しいです。そんなことを繰り返していくと、売上がどん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 アップしていって、関わる人が増えていって、知識やスキルもどんどんついていきました。こうなってくると、最初に自分にはないなって思っていたお金だったりとか人脈だったりとか能力だったりとかがついてきます。やはりいろいろやる中で僕一つ気づいたことっていうのがあります。それは人生才能だけでは決まらないなというところです。僕も最初はブログうまくいく人なんて才能ある人だけでしょうとか、プログラミングができるのって賢い人だけでしょっていうふうに思っていました。しかし実際に学びながらいろいろやっていく中で、正しい努力と正しい学びで良い人生を作ることができるっていうことを実感しました。これは僕の経験からも断言することができます。そしてより良い人生を作っていく中で、僕は自分の実体験からも、まずはスキルをつけるのが大事だと思っています。なので普段の YouTube だったりとか Twitter とかでの発信でもスキルをつけていきましょうねということを発信しています。他にも LINE マガジンという無料のマガジンをやっておりまして、その中でもどういうふうにスキルをつけていったらいいのかとか、どういう考えをしていけば人生良くなっていくのかみたいなことを発信しているので、もしよかったら LINE の方も登録してもらえると嬉しいです。そして今後もいろいろな情報を発信していきますので、 YouTube、Twitter、LINE それぞれフォローやチャンネル登録などをしておいてもらえると助かります。今回はご視聴いただきどうもありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。最後に1分だけお時間をください。概要欄から個人がゼロから結果を出すタコユウキの人生を好転させる LINE マガジンにぜひご登録ください。最初に言っときますが、この LINE マガジンでは商品をセールすることはありません。僕はですね、自分の利益ばかりを考えて、みんなから奪い取ってやろう、お金を稼いでやろうって思ってるインフルエンサーに嫌気がさしています。商品を何も売らない、あなたの人生を変えることだけを約束し、価値提供に徹する LINE マガジンを作りました。このマガジンに登録してコラムを読み進めていただければ、売上、利益、時間的自由ができるのはもちろん、さらにその上の、あ、なんかすごい人生変わったな、なんか人間関係とかも良くなったなっていうような体験をお届けすることをお約束します。まあね、この LINE 正直かなりお金かかってます。要は LINE っていうのは配信するのお金かかる、なのでいつ配信終了するかわからないので、ぜひ今のうちに登録していただければなと思っております。それでは概要欄からお待ちしております。